いいいた神話でああるが情報はあまり残されていない一番古い資料は、歴史家、モンセス・ホレナツィのアルメニア誌である。アルメニアの神話は、アラマズド・アナヒット・ミフルがゾロアスター教、バルシャミンが、アッシリアの影響を受ける一方、土着のビレオアラ、ハイクナハッペと、バハ軍のようにエフェメリズム的に人から神になった神々も存在する。ドモルガンによると、 アルメニア人は最初は自然崇拝者であったが、時と共にローマ、ペルシャとギリシャの文化の影響を受けた心境を国境とするようになった痕跡が見られるとした。古代のアルメニア人は天体や動物、炎など自然物を崇拝していた。アルメニアの周辺国やゾロアスター教などからの影響で徐々に多神教に移行し、最高神アラマズドがゼウスと 同一視されるようになっていった。バッハ軍戦場のあられず、History of Armenia by Bihan M. Karkjian, ハット ABCHTTP コロンスラッシュスラッシュ BULFINCH.ENGLISHATHEIST.org スラッシュアルメニアンスラッシュ CHAPTER11.htm ありがとうございます。